そういうあんたは大道寺の犬になり果てたんか。何が伝説の竜や。笑わすな。あんたはそっちの方が本性出とるけど、見かけ倒しちゃうやろな。あのゲームはしないんですけど、そういう任侠系のゲームということは聞いてというか知ってたので、気にはなってたんですけど、ついに声がかかったかっていう感じでした。自分も普段は任侠作品 その構成とか脚本とか携わってるので、いやすごい緻密に組み立てられて構成されてる話だなと思って。自分であって自分でないじゃないですか。動きもどう動くのかわからないですし、文字だけで解釈していかなきゃいけないので、声を取った後も正解だったのかどうなのかっていうのが未だにわからなくて、まあ怒ったりいろんな感情をセリフで出しましたけど、普段自分たちがいかに体を使ってごまかしてんだなっていうのがよくわかりました。本当も根っからのヤクザですね。まあ、もちろん暴力性も持っているし、任侠というよりもヤクザという人種じゃないかなって思います。ゲームも知らない自分ですけど、一生懸命それなりに魂を吹き込みましたので、殴る蹴る好きにしていただいて楽しんでいただけたらと思います。よろしくお願いします。